つぼい栄作、私の花物語より、萩、墓地にあるのに神様というのもおかしなことですが、とにかくお産の守り神のようにたたえられて、明廷さんのお墓は村の共同墓地の一番とっつきにあります。ここならば誰でも通るところ。 ここならば忘れている人も思い出すところ、そういう意味で、妙貞さんはここに葬られたということです。今では小安地蔵と同じほどの伝説になりつつありますが、お地蔵様よりも鼻頭をたくさん持っているところ、妙貞さんを思う心のぬくもりを持っている人が、 まだ村にはたくさんいるということにもなりましょうか。もう十年以上も前に亡くなった明治元年生まれの私の母など長女を産むとき苗丁さんのお世話になったとかいうことですし、その長女である姉はまた母から伝え聞いて六人の子を産むたびに苗丁さんの安山の拠岩をかけたというのです。 特別に願掛けのお百度を踏むなどというのではなくただ墓参りのたびに花や水を祭るそれが女の日頃の願掛けになるのだといわれていましたそれというのも昔から産婆のいない小さな村なので女心はそんなことにも頼らねばならなかったのでしょう村の年寄りの語る明帝さんは もううめめから頭を丸めて村へ来たをてへとということです弘法大師の杖の跡といわれる小豆島八十八か所霊場の第五番札所に堀越庵というのがあります。妙亭さんはお遍路の姿で島へ渡ってきそしてこの札所に人の住んでいないのを知ってここに住み着いた人でした。 年若い海女さんというのも珍しければ、人品のなんとなき輝きも、村人の尊敬を集め、やがては子供を集めて、読み書きも教えたということです。その学問の深さがどれほどのものであったか、それをはかれるほどの人さえいない、遍毘な村のことです。ここで、明廷さんは、 村の女たちのお産をまで見ることになったのです。そういう知識を持っていたのか、仕方なく手を出さねばならなかったのか、とにかく明廷さんが手をかけて、失敗したお産は一度もなかったといいます。その明廷さんに、ある日、取り手が向けられました。警察制度ができたばかりの明治のはじめのことでしょう。 じゅんさのこともまだ螺卒などと呼ばれていたのではなかったでしょうか。めったに来たこともないおまわりさんが、誰彼の家へ聞き込みに行ったのです。ありのままを言って褒めそやす村人の手前かどうか、その日はそのまま螺卒も帰ったのですが、二三日すると大勢で堀越案を襲いました。しかし、 その時、妙貞さんの姿は、もう村のどこにも見えませんでした。村人に聞いても、みんな口を合わせて、どこかへ行ったというばかり。それなり、り方は再び姿を見せませんでしたが、妙貞さんの方は、その後も、お産があるたびに、姿を変えて現れました。しかし、妙貞さんの住みかは、 もう五番札所の堀越庵ではありませんでした。瀬戸内海に浮かぶ小豆島は子犬が何か食べている時のような形をしていると小学校の時私たちは教わりました。堀越庵はその子犬の左後ろ足の付け根の辺りにあります。足の先まで伸びている岬は今でこそ 入海の向かいの村のオリーブ園に送る潮風をこの岬の山で和らげる役目をしているといわれますが市役所等の海賊も昔は住んでいたかもしれぬ岩穴などもある岬です明帝さんはそんな地理もいつの間にか調べていたらしく聞き込みの羅卒がやってきたと村人に教えられるとすぐその日のうちに 岩穴に移りました。何も言い訳をせず慌てて隠れたことで村人たちは一様に顔を見合わせました誰も何にも言わずにそれで一つの約束ができたといいますその日から岩穴の入り口には村の女たちの手で食べ物が運ばれました誰が いつ持っていったや分からず黙って置いてあるのです山へたきぎ取りに行くような格好をして女たちは通ったのでありましょう幾年かを妙亭さんは穴の中に暮らしそしてある日ついに誰も知らぬ間にそのいわれありげな生涯を終えていました結挙してからは 日の目を見ることも少なく、痩せて青白くなっていた妙艇さんに、村人は取りすがって泣いたと言います。その時になって、初めて、妙艇さんがどこから来たのか、年は幾歳なのか、何のために出家していたのか、追われる罪状が何であったのか、何一つ知らないことに気がつきました。 分かっていることは、妙貞さんのお世話にならぬ家が一軒もなかったという、ただそのことだけでした。幕府の回し物だったのかもしれん、などと知ったかぶりを言う人もあったとか、しかし、ともかくも村人の手で年ごろに弔われて、妙貞さんは今も小豆島の百個に足らぬ 小さな村の共同墓地の入り口に女たちの感謝と明日の悲願を訴えられています。苔むしたその小さな墓標は年中花に囲まれていますが、ことに萩の花の見事さは季節の来るごとに墓石に覆いかぶさって小さな風にも揺れ動いていました。 村に一人、妙貞さんに名前をもらった娘がいます。萩の花盛りだったので、萩へとつけられました。萩へが4歳ぐらいのとき、おばあさんは、彼岸参りのお墓の道で、孫に話しかけました。お前がお母さんのおなかの中にいるときに、どうぞ安やす,やすに生まれますようにと。 このおばあちゃんがみょうていさんにたのんだんじゃ。おちちがでますようにとたのんだんじゃ。ちょうどはぎの花がさいとったさかい。そんならこれをねんねのなにもらいますゆう,うて。それではぎえとつけたんじゃ。小さなはぎえはまんぞくにめをかがやかせてはーっとためいきをし。はぎえは。 こんなきれいな花のことかいのうれしいのばあちゃん」と言いながら惜しげもなく萩の花をたおっては花筒にさしました「萩絵父を父となしえぬ男を父としてそのために顔を隠して外出もせぬ女を母として萩絵は生まれました 産後二十一日を待ちかねるようにして、萩江の母は、乳母奉公のために、町の呉服屋へ住み込みました。萩江は、祖母の手で、こしらえじちで育てられたのです。萩江について生まれた、萩江の権利である母乳を売ることで、萩江たち三代の母子は、生きねばならなかったのです。 その哀れな祖母と孫のしゃがんで水をまつる頭の上を、妙貞さんの萩の花は,はゆらゆらと揺れ動き、小さな花をまき散らしておりました。お花、すすきの穂がほうけたままの庭に立って、やみあがりのおえんさんは、 ぼんやりとはるかな地の果てをでも見ているようなまなざしをしていました。おえんさん、寒いでしょ呼びかけてみても聞こえないのか、何かに魂を奪われているような様子で、じっと視線を凝らしているようにも見えます。小高い丘の上から見はるかすかなたは、目地のかぎりたんぽぽばかり。 取り入れ終わって、稲株ばかりが細かいかすりのように点々としている。そこには人の影も見られず、はるかな国道をたまさかよぎる自動車も、おもちゃのように小さく見えました。郊外電車の駅から歩いて50分、こんな不便な土地をなんで選んだのかと、真剣になって憤慨したのも友情からでした。 が、その当時のおえんさんにとっては、私の友情など、大したことではなかったらしく、ニコニコ笑って、すみません、と頭を下げたものです。二年目に初めて訪ねたとき、すすきに覆われて、すすきの中に沈んでしまっているようなこの家を見つけ出すのに、私はほとほと困り抜き、 っを倍の上もかかって尋ね当てたねましたよほど引き返そうかと思いながら屋根だけ見えるその姿をもしやと思ってのぞいてみるとやっぱりそうだったのです子供みたいにおえんさんの驚き顔を見たいばかりに知らせもせずにやってきたのが失敗のもとでしたおえんさんはおえんさんで私を恨むのです 前もってはがきでもくれれば、買い物がてら迎えに出たのに、ごちそうの支度もできないと怒るのです。もう夕方に近い時間でした。それにしても、なんとまあ風がな庭でしょう。目に入るものはすすきばかり。軒の下にも、小窓の外にも、井戸端にまでも、しなやかな線を群らがらせて、 ほのないすすきは生い茂っていました。いくらなんでもこれではうっとうしくなるでしょう。少し刈り取ったほうがいいわよ。余計なことを言う私に、おえんさんは例のニコニコした顔で、でもこのほうがいろいろいいことがあるのよ。いろいろ。いろいろを重ねて言われたことで、 私はつい問いいししました。ろいろって第一、たきぎになるでしょう。冬になるとお風呂なんかみんな枯れすすきですものへえいくつぼおたくの土地五十つぼだけど何千ぼのすすきの腹は全部うちのもののようなものだわこのまま枯らしておいて 好きなかってにとってこられるんですもの。へえ、それからそれからね。おえんさんはクック笑って、いろいろのだい2もんにすぐ答たえませんでした。きにもとめぬなりに、わたしもついおえんさんにどうかされたもののように、まだ色の薄いろのうすいようかずきのあるそらをみあげながら、 がで揃ったらうしょうね。私来月はお月見に来ようかしら。いろいろの第2問はこれだろうと先回りしたようにでもとったらしくおえんさんは「そうよとってもいいの。その時だけは私無条件になるわ。それとねもう一つまたクック笑い」。 かくれんぼ。と言ったのです。私は怪訝な顔でかくれんぼなあにかくれんぼって。かくれんぼよ。すすきの中でかくれんぼするの面白いわよ。あら！おばながゆさゆさ揺れてるから、あすこだと分かってもなかなか見つからないのよ。いつだったかしら？ あのったら出がけに私と口げんかしてガマ口忘れて飛び出しちゃったのよすぐ気がついて窓から見るとね怒ってるもんだから足が速いでしょすすきの方がひどく揺れてるのよ「パパガマ口!」って怒鳴ったらピタッとすすきが揺れるのが止まったのおかしくて私笑いながら追っかけたのよ 駅から歩いて五十分の変皮な土地が、おえんさんにとってはこんなにも楽しい家だったのです。しかし、駅から五十分の条件は、月見の宴にもついに受けずのまま、すすきの中のかくれんぼを時々思い出しては、微笑を誘われていました。やがて、おえんさんは男の子の母となり、 私もまた家庭に入って、お互いの頼りも一年のうちに数えるほどの疎遠さになってしまいました。ときたま訪ねてくれるのは、子持ちのおえんさんばかりで、来るたびに背丈の伸びてゆくおえんさんの一人息子に、私はいつも目を皿にして驚き、おえんさんの喜びを私の喜びともして、その成長を楽しみ、 期待したたししのでした中学生になってからはおえんさんのお供もしなくなり2年ぶり3年ぶりに出会う機会があると私はただもう男の子の成長ぶりに戸惑いを感じさえするほどでしたそうして私が幾度目かにすすきの家を訪れた時すすきはほとんど借り取られて おえんんさの家の周りは畑になっていました。その家から若い命が旗に送られたまま再び帰ってこないその別れの日だったのです。終戦の少し前のことでした。名残のすすきの幾株か,かが垣根代わりに茂っているのが 二十年前の若夫婦を思い出させて、涙と微笑が混ざり合って、私の胸を押さえ、かき乱すのです。それ以来、白髪の増えたおえんさんが、頭の調子も少々変わっているらしく、と、その夫からの頼りに駆けつけた私でした。駅から五十分の道のりは、 十五分のところでバスが止まるようになっていましたおえんさんの瞳はそのバスのあたりに注がれているかに見えますそこから降りて帰ってくる息子の姿をでも求めているようなおえんさんの瞳竹園部と二人きりで ピククニックをしたた帰りだった吉祥寺を5時ごろの電車に乗ったのだがこのまま園部についていくと霧りがつかないような幸福に酔っていながら竹子の理性はふと自分を立ち止まらせた高円寺が近くなっていてそこに住む女医のおばのことを思い出したからでもあろうか電車がホームに入ってから竹子はつっ と立ち上がり、あたし、おばさんとこへ寄りますわ。ごめんなさい。早口に言って飛び出すと、驚いた園部も立ち上がった。しかし、ドアはもう閉まって、うちと外で二人は笑うしかなかった。竹子はしばらく電車について走りながら、鼻の開いたような笑顔で惜しみなく園部を見送ると、 一番後から改札口を出た線路に沿って馬ばし寄りの賑やかな通りは狭い道に人が溢れていたその賑やかさも竹子の目には入らず心の外の神経で人を避けて歩きながら竹子は今日の喜びを半数していたすすきの腹で黙って寝転がって大空を眺めていただけ 時々顔を見合って微笑みを交わし、また空を眺める。それだけのことが何時間も続いて、それで開くことを知らなかった。これと言って何にも語り合わなかったけれど、何もかも話し合ったような満足感なのだ。帰ろうと言い出して初めて手を取って引っ張り起こしてくれたのが、触れ合った初めてのものだった。 たけこたちの前にも後ろにも腕を組んだ人たちが歩いていたのに二人はただ並んで歩いたあまり違わない背の高さだった園部さんって無口ね今思っても愚かな気の利かないことをたけこは言ったのだったすると園部が笑って「たけこさんもね」と言いしばらくしてから 古風なんだね、二人とも。その時である、けこは、似た者夫婦と言いそうになって、慌てて、同志と言い狂めはしたものの、顔がほてっていた。なんて気の早い慌て者だろうと、けこは思い出して、頬に右手を当てた。その棚心に、まだ園部の,のぬくもりが残っているように思えて、 すぐには話せなかった。古風な恋愛そんなことないわ。胸の中でつぶやきながら、今別れてきた園部とのその別れ方に一抹の悔いを感じながら、しかし、ガラス越しのあの笑顔を思い出して、一人慰めた。家へ帰ったら、すぐ手紙を書こうと考えながら、その考えの中で、 タケコの唇は「園部さん園部さん」と動いていた「タケちゃん」うしろからかたをたたかれてタケコはまったくとびあがった呼吸がいっしゅんとまるほどのおどろきかたをしたおばであったあらいまうかがうところだったのもちろんそうだろうああおどろいた ちょっと待って私心臓がへんてこになりそうよしかしそう言った時にはもうけ子は平静になっていた「大丈夫だよいくらやぶでもけ子の心臓ぐらい直してあげるよさあ行こう」け子はすぐにおばの往診かばんに手を出し肩を並べた茶っぽい洋服は 太ったおばの姿をよけい大きく見せたが誰が見ても女医にしか見えない貫禄の塊だった昔の女としては大女のそのおばが竹子の横顔を振りあおぎながら「なんてのっぽ、また伸びたね止めどがないみたいじゃないの」「五尺三寸五分もう五分伸びたいのよそしてふふっ」<laughs> とは笑ったはっふふでもないわよあんまり大きいとお嫁にもらい手がないよ大丈夫嫌に自信がありそうだねいいなそんな顔しているよ冷やかすような顔つきでしげしげとけこを見なるほどねきれいになったよあんたのお母さんの若い時そっくりだ 何かを感じたらしい「いいやお母さん」。竹子はこの叔母のことを「お母さん」と,さんと呼んでいた。名付け親だからであろう。聖母との区別が必要な時には、叔母の方には姓をかぶせて、山口のお母さんと言った。竹子の母の一番上の姉で、末っ子の母とは18も違っている。 たけ子の母は、両親の死後、この姉に引き取られて、女学校もあとの2年は、叔母の家から通ったのだった。我が子のようにかわいがられたという。叔母のつもりでは、やはり医者にするつもりだったらしいのに、たけ子の母はさっさと結婚してしまったのだ。たけ子は時折、自分の年齢だけ遡って、 母の青春を想像してみることがあった。父と母の結びつきがお互いの意志によったものであることは、叔母の思い出話からでも十分察知られた。それを恥ずかしいなどと、けこは一度も思ったことはない。それなのに、父も母も、まるで自分たちの若い時に戸を立てて言わないのだ。だからけこは、 ついこないこも聞いたのであった広島の女と富山の男とがどういうきっかけで結婚したのいたずらっぽい顔つきだったのだろうさすがに母も冗談めかして「縁はいなもの」と言うじゃないのそれよ外国人と結婚する人だってあるさこのあけすけな時代になっても「縁はいなもの」と母は言う。 お互いにに好きになって結婚したという言葉は母にとってそんなに恥ずかしいものなのだろうかと竹子は思うその点ではむしろ一時代古いおばの方がずっと開けていた竹子のすくすくと伸びた体病気を知らぬ健康姉妹四人のうち誰よりも優秀な学校の成績などを見て言うのであった タケちゃんはね、お父さんとお母さんの肉体的条件と精神的状態のいい時に生まれた子供なんだよ。喜びと希望で結びついた夫婦には、僧侶の人力なんてないと思う。人力の大部分は、日本の封建的な結婚制度の申し子だと私は思うね。いやいやながら泣いて諦めてお嫁に行って、 なんでけちゃんみたいないい子が生まれるかねこう言ったらいいえうちの僧侶は人六ではありませんって怒る人もあるからな思いすぎかなそしてハハハッと活脱な笑い声を上げたそういうおばにけ子はどれほど啓蒙され結婚式の写真すらもない若い日の母たちを 愛おしむ気持ちをかきたてられたことか。女学校のとき、ふと見た戸籍に、両親の結婚が、たけこの生まれた前日なのを知って驚いたり、疑問を持ったり、めいったりしたことが、それで霧のように散ってしまった。きのう結婚して、きょう子どもの生まれる不思議さを、平気で記録している戸籍の偽りの裏には、 古いものとの戦いが秘められているのだ。母はなぜそれを娘の前に誇りとしないのだろうか。山口委員へ曲がる角のところまで来て、け子は聞いてみた。ねえ、山口のお母さん、うちのお母さんも娘時代、ここ歩いていたのね。そうさ。 タケちゃんを産んでからだって1年ぐらいいたかねえ。あらそう。そうよだから私がタケこなんてつけたのさ。あんたのお母さんたらゆきこだのみえこだの。やたら優しく尊く美しく栄えるなんて字のついたのばっかり並べてるしお父さんと来たら地引きと首っぴきでもう忘れたけど。 ちょいと首をひねったぐらいではわからない字の名前ばっかりさ。それを書きならべて二人でまよいすえたあげく、どれにしようってわたしにうかがいを立てるからさ。みんなごめんごめん。わたしなら竹のあるいえでうまれたんだから、竹子にするっていったら、あきれたね。ほんとに竹子にしちゃったんだから。はっはっとわらった。 タケコもつられて笑いながら。ねえ、山口のお母さん、うちのお母さんたち、もちろん恋愛結婚でしょもちろんがいいね。そのとおりだよ。きれいだったからね。我が妹ながら見とれるくらいだった。憎らしかったね。この私を差し置いて、さっさと子供まで産むんだもの。 いいかげんわたしが水をさしたけどこたえなかったからえらいよその上名前までつけさしてさそれがこんないい娘になるんだものたけちゃんいくつだったっけ満18歳と5か月はあ、ちょうどあんたぐらいの時だね番茶も出花また冗談になりそうなのを 子は真面目な表情で外して「ねえ山口のお母さん親は我が子に自分たちの恋愛を語る義務があるって本当ね私そんなふうになりたいわ」。園部を思い出しながら言うと叔母も同じ真面目さでそれを受けて「うーんそうだともそうだとも楽しければ楽しかったと。 ししかかかっったたらなぜをね。やっぱりタケちゃんは時を自説の若いものだね。タケこという名前がよかったかな。あたりかまわずハッハハとまた笑い声を上げながら帰り着いた我が家の石段を上がるとそれが聞こえたらしく山口医員の玄関に。 と明かりがつき、窓のガラスどに植え込みの竹の姿が黒くくっきりと映った。